お花紙を使って桔梗の花を作りましょう。黄色、藤色、緑色のお花紙を使います。3センチ角くらいに切った黄色いお花紙をつまんで細長くしておきます。緑色のお花紙1/2枚は4等分に折り、そのうちの2つを細長く裂いて半分に折ります。残りは半分に折った状態で4等分に切ります。先を三つ折りにして根元を少し折り返しておきます。藤色のお花紙は1センチちょっとの幅に蛇腹に折っていきます。折り山が3つできたところで切ります。これを2つに切り半分に折って輪になっている方から花びらの半分の形に切ります。真ん中も分かりやすいように少し切っておきます。これをワイヤーで組み合わせていきます。おしべと花びらを組み合わせ半分に折り曲げたワイヤーをかけます。机の上に置いて花びらを押さえワイヤーを強く引きます。ワイヤーを交差させたら花びらを1枚破り取り、ワイヤーで挟んでねじっておきます。これで花びらが5枚になります。花びらを広げたら間が空いているところを糊で貼ります。糊は楊枝の先などでほんの少しつけます。貼り付けるところは2箇所あります。花を下から上になで上げるようにして軽くまとめます。細長い緑色のお花紙に液体糊をつけ、花の根元をぐるりと一周巻きつけたら斜め下に引っ張ってワイヤーに巻きつけていきます。葉っぱは根元に糊をつけて茎を挟み込むようにして貼り付けます。もう一枚は少し間を空けて反対側から貼り付けます。葉っぱの形を整え、花びらは内側に指を入れるようにして根元が膨らむように広げます。ピンクや白のお花紙を使って作っても綺麗です。たくさん作っていろいろな飾り方をお楽しみください。